明けましておめでとうございます。はい、今年も倉田さんと一緒にですね、もう倉田さんの空いてる時間に、はい、今回のこちらで、居心地いいんですよ、ね。お願いします。はい、小森さんでございます。黒田もさん、タモさん、誰がタモさん？黒田さんです。何さんなんですか？さんって言うと、何さんって言われてるんですか？いや、大体黒さんとは言われて、タモさんと言われてもね、何さんってことないですね、あんまりそれで言われたことないですね。それで言うと僕、まあ、去年そのコモさんっていう名前を、はい、つけていただいて、相原のあの名はね、流行ったことがないっていうので有名なんですけどもそうですか。ただやっぱり今回のコモさんは軽い立ちでよかった。いや、なんかね、いや、今まで正直何人かに言われたことがあって、コモさんっていうのをね、うん、あのてんこ盛りの初代のプロデューサーの清水くんっていうのが、うん、はい、コモさんって言った時期があったんですよ。だけどなんとなく僕、うん、気持ち悪って言うなって言った。言うなとは言ってないんやけど、またあのお得意のジャイアントオーラを出したい。いや、多分ね、それが出てた、いじるなよオーラでしょ。多分ね、あの頃はまだ僕多分ね突っ張ってたんやと思うんですよ。メガネのメガネを白のメガネ。そう。ほんで、そんなままなんとなく言われへんようになってて、あ、やっぱりだからね、あの頃は何ですかね、まあ、そうやって肩肘張らへんかったら生きていけない時もあるんでしょうけど。まあ、時代やね。ねえ。はい、でも、コモさんってええわ。だからもう、ほんま全然、あの、コモさん、小森康則ですっていうのは、まあ、コモさんはええな。あの、考えてみたら、あの、あ、そう笑っていいともに一回出してもらったことあるんですよ。なんで、手でかすぎる。そうあの荒津は誰だっていうやつで、あの観光地行ったらこう顔だけ出すやつありますやん。 あるあれで背高い人のところに顔が3つあって、で1人は僕みたいに背高くて、うん、全然そのまま、うん、後の2人は足大ああ誰やっていう、それが誰やっていうのがあって、で出えへんかって言ってもらって行ったことがあって、でそれで出て、その時に千原ジュニア、はい、ジュニアさんがいて僕が出てきたのを見て、うん、あ、コモさんって、うん、その時に言ってくれはって、なるほど、でタモさんがあ、コモさんってそれを引き受けてくれだって、あ、それもあったな。ああ、だからやっぱり僕はコモさんやったんですね。だから結局、うん、まあ、あだ名って、その今あだ名あかんとか言うてるけど、あだ名って結局その人にの人に合うか、もしくは、うん、うまいことなっててね、あれ、キャラクターがうまいことパッとこうくっつくときないですか、ね。だから僕だ、ほんまになんか距離が近づきますよね、あだ名があった方が、だから僕多分距離を取ってたんですよ、そうよ、から、うん、ジャイアントオーラで有名ですよ俺をいじるなジャイアントオーラって、はい、僕は僕の飛来心の2メーターから半径3メーター以内には入るなオーラをだから俺はお前らと違うぞという感じがやっぱりどっかであったんちゃいます。僕はその時の小森さんを知らんから、僕は知った時はもうすでにあの優しい巨人になってたからいやなんでエグいじゃないですか。なんでやったんやろな。だからあだ名つけんなほんま良くないと僕思うんですよ。今あだ名禁止でしょ。あだ名つけもう、うん、つけないのが良くない。つけたらダメなんだ、あだ名つけたらあかんやったら鈴木くんがさんと鈴木くんがいっぱいおったらどうすんのって言ったら、まあ、僕の小学校あの今学校の先生やってる子がおるんやけど、そうなると逆にね、陰で悪口のようなラインとかで、あだ名をつけ出すんですって。はは。いや、その、普通の、だね、あだ名で嫌な気する人もおるじゃないですか。それはわかりますよ、うん、その悪口として。うん、でも、これはあだ名じゃないじゃないですか。はいはい、例えば、バイキンだとかね。うん、だって言うてられてる子も昔おったでしょ。しああいう子に、その子が納得してなくに、うん、あだ名に関しては、もうやれんけど、うん、例えば、小森さんを、コモさんっていうことが、いや、あだ名禁止って言うんですって、今。はぁ。これは。ええで、もうそれは。うん、だから、うん、まあ、鈴木やったらスーちゃんとか、スーさんとか、あるじゃないですか、大体そうでしょ、なんでかというと、それは鈴木が3人おるから、これはスーさんやねんと、スーさんってポンと運ぶ感できたりだとか、ほんなら、もう、僕をジャイアンはあかんってことなんですね。どうですか、もし僕が、うん、
今の時代に俺とこもりさんがちょっと小学生に戻った時に、うんうん、俺が、うん、このグリーンジャイアントだとか、だってでもでかいんやから、それが結局そのでかいことをいじってるになるらしいんですよね。はあ、まあまあ今この年になって60過ぎてから言うのもないんだけど、いじられるっていいですよね。いやいいんですって、だから本当にね、まあよく、まあ、もちろんいじめは良くないと思うんですよ、思うしけど、みんな良くないと思ってるし、うん、やるやつはやりますわ、うん、こんなん、まあ、変な話ゴキブリと一緒で、消せ消せ言うとかで消えへんけど、うん、じゃどうすれば抑止力になるかって時に、うん、まずその優気の優しい子もおるやろうし、でもパッと見るのには、うん、今の小森さんの言うたんが正解、うん、いじられて、うん、美味しいと思ってるやつの価値ですよ、うん、いやほんま、まあ、まあこの年になって言うのはほんまに恥ずかしいですけど、めっちゃ美味しい、まあ、ほんまに丸儲けですよ、いじられたら丸儲けで、僕なんか結構、僕出てへんテレビで結構いじられたりするんですよ、もう丸儲けですもん、この、いや確かにね、だってそれは泣いてないのオールナイトニッポンでもちょこっとしか言ってへんけど、ずっとね、そうそうそうでしたしね、だから、うん、いじられるということは、まあ、もちろん愛情あってのことですよ、うん、はい、でもいつも僕ね、テレビなんかでもラジオなんか言うてますけど、小森さん、僕らが、俺とか綾原がラジオで、もう小森さん、背でかいからとか言うてるじゃない、あれって結局、愛情があって、言うたら距離感近いから言うてるだけで。ほんまに嫌いな人、一番ね、よく芸能人で嫌いな人いますかとかいう質問を受けるんですけど、ね、あのね、テレビでラジオでほんまに嫌いなやつは一瞬たりとも名前出さないってことないですか、うん、あ、そりゃそうですわ、だって気悪いもん、気悪いんですよ、あの、うん、言うだけで気悪いから、たまにそのなんかがあるんですよ、はい、名前出さないですよ、めちゃくちゃおもろかったですよ、チャチャイネマンデーって僕やってるんですけど、まあ、もちろん東野幸治さん、はい、で、そこに山秀彦さん、はい、僕でしょ、はい、でたまたまその時全員吉本やったの、うん、他のゲスト、はい、で一人だけあるグラビアの女の子が来はって、東野さんが大阪とか好きなんですかって聞かれて、うん、東京の子やったから、うん、あ、大好きですって言って、うん、私大阪でいろいろな芸能人、大阪でいろんな人の活躍されてるのを見てるんです、うん、という話になって、うん、特に何々なんか、これ名前出さないですか、はい、って言うたら、今までわーってなったか、ピシッ、本当にね全員がもうなんかカンペ出たんかみたいな、喋、はあ、るなってカンペ出たんかぐらいピタッと止まったんですよ、その人の名前出た瞬間にピタッで、チラッて僕は逃げないですよ、東野さん、バッて見たら東野さんもチラッて俺見て、今度山野さんパッて見たら山野さん僕の方パッて見てほんならその女の子どうしたんですか、え、なんか言いました私みたいな感じでなったんです、はあ、あんまり言えない、だから、ええ、もうなんとなくは、あ、もうこいつっていうのが、ええ、みんななんとなくはあって、はい、だからその本当に、うん、例えばテレビでね、いろんな言われてる人いますやんか、名前出てね、だだとか、あ、全然嫌われない、ほんまに嫌われてるやつは名前出さない、出さない、出さないですよね、それはもう絶対ラジオでも一緒でしょ、絶対同じアナウンサーで、男性でも女性でも、名前を出すっていうことは、あいつこんなやねんとか、こんちゃんなんか明らかなのが近藤さん、そうです、俺らこんちゃんのことをよう出せる、あのこんちゃんみたいなとか、こんちゃんとか、ということはこんちゃんめちゃくちゃ愛されてるんですよ。でそこに名前が出なかったら、うん、正直な話、うん、まあ、誰か知りませんよ、はい、絶対そう、だからこれなんやねん言ったら、はい、学校でもそう、うん、いじられたからってもね、それは人気者な証拠なんですよ、うんうん、それは、うん、まあ、人気者っていうか、それはやっぱりそういう関係性があるからの話じゃないですか、うん、それはね、そう、挨拶もせえへんようなやつなんかね、もうそれはもう、まあ、もう名前出したくもないですしね、うん、だからニコニコ笑ってる人間にしたらね、うん、やっぱり愛嬌やってよう言うたもんだよね、うん、小森さん、うん、男も女も、ニコニコ笑ってる人間ほど、やっぱ可愛いもんですよ、ただだから、ただっていうか、相原さんが時々多分なんか言うてくれてはんねやろうなと思って、うん、で、ここ、ね、天神橋商店街やから、周りみんな人歩いてありますよね、いろんな人がほんまに覗いて、スタジオポーッと入ってきはるんですよ。3メーターやとかって3メーターじゃなくて5メーター半やなんか
そんなん言われると、あ、きっと、あ、先週の放送でアイラさんが言うてくれはったやなって全部聞いてるわけやないから、うん、でも、あ、そうやってきっと言うてくれてはんねやろうなぁ思って、だからそれを逆に言うたら小森さんがそれすることによってみんなマット言うし、うんうん、逆に言ったらただで宣伝してくれてるんやからね。ああ、まあそりゃそうですわ。ほんまに、ほんまにありがたい話です。本当に、だから、うん、山広さんなんかほんまにたまにあの、ハゲー言うたらばーって怒って、山本さんがばー怒ってませんか。ここでやったらしね、終わってからね、ありがとうなって言ってくれます。僕まだそこまでハゲてへんからな、同期やけど。いや、だからそれでもすごい大事なことやなと思いますよね。うん、いや、まあ、これからもどうぞ、あの、いろいろいじっていただいて。なんか、こういう話をね、小森さんも、頭いいんで、なんか、ちょっと本当に深い話もいろいろさせてもらいます。そうですね、いろいろ僕も、皆さんと一緒に共有するためには、その、オーラ出してる場合だけじゃないんで、もちろんね、一生懸命勉強もしますしなんですが、ぜひ、一緒に勉強しながら、そう、ありがとうございます。はい、やらせていただきます。今年は、だからちょっとまた、小森さんのところとね、やらせていただくことが多くなると思います。ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、すみません、ありがとうございました。